環境南東知事時代の理系管理系官は、朝鮮の軍人、官僚、並びに、日本統治時代の朝鮮の官僚、更新政変当時、女はじめ室と共に、政変勢力の武装隊指導者の一人であった。女はじめ室と共に、日本の士官学校で軍事訓練を受けて帰国したの地球低空デターで、行動隊長、女はじめ室を助け要人を排除する、軍事行動をとった。 1910年日韓併合条約以降、朝鮮総督府と日本政府に対し朝鮮人の賛成権と自治権を認めるよう主張した。1907年に主観温度観察士に任命され、1910年に観温度道長官、1918年環境、南道道長官、1919年環境、南道知事を務めた。日本亡命中に用いたカナは、 ケイヒロシ、ケイカン、ソウカン日本名は浅、浅田良、浅田良一など。ハンスンフトゥクソムで、材木賞をしていたリ、リハジメやカの次男として生まれた。清掃大王の四子林英体君李の十四代孫で、あったが、王族としての身分は十一代先祖で終わっていた。幼い頃母を失い義母に育てられたが、義母も十五歳の時に死去した。以後、 甲州軍南終わり面分院里にいたおじの家に住んだが再度上京。僕へ以降の姿を見て家を訪れ、後に僕へ以降家の触覚となった。1883年1月、中国の上海に行って、聞き組み立て技術を学んで帰国した。同年3月に日本派遣の選抜試験があり、身分が癒やしいため排除されたが、僕へ以降を説得し、4月に、 僕へ移行こ女はじめ室の推薦で、日本派遣官ピ留学生として選抜された。1883年5月と日と同時に、慶応義塾に入学、1884年2月に修了し、さらに陸軍と山学校に入学した。6月28日に帰国する直前に別軍艦に任命され7月に帰国した後、平層長連局の教官として活動した。 政変計画中、諸始室と金玉金は李慶官を信用せず、更新政変前に諸始室が李慶官を徹底的に主権しもした。1884年12月4日午後20時に、ユーススム局落成式に乗じて李球を放火した。12月4日の深夜、李慶官はユーススム局の正面玄関に隠れていた主球派大臣らを奇襲攻撃した。 更新制編が失敗した後、理警官は、著始め筆、金玉金、僕栄光と一緒に、王宮の北,の北の北韓王病に隠れたが、二川に逃避し、二川に停泊していた、日本の船舶地と迫るに乗船した。朝鮮政府は一行を引き渡すよう要求したが、選手、辻勝蔵が各前無事を得た。辻勝蔵は、それぞれに、日本式の使命をつけた。理警官は、 身元の露見を避けるために、日本式の名前のほか、慶広氏、軽官、総官など、他の様々な金も使用した。日本の山口県山口で養産業をしていた中村はじめの親戚が運営していた精米所でしばらく働いた。この時出会った中村はじめの娘、中村梅子と結婚することになる。中村梅子は、 中村はじめがアメリカ合衆国日本大使館の職員にある時、米国の女性との間で得た、被着室師であった。中村はじめがすでに既婚男性であることを知った、アメリカ人女性は娘を中村はじめに送った。1886年に米国に戻り、ロサンゼルスでの農場店員や日雇い労働者として、転々都市1888年に再び日本に戻ってきた。 ありがとうございます。